文武公権は、明治時代初期の大名、大見国大公判十二代藩主、治藩寺、文武家、第十三代当主、死尺、文久二年十一月三日、十一代藩主、分部三貞の次男として誕生。性質は銀器。明治三年四月二十五日、父、三貞の死去により、家督を相続する。四月二十八日、従五位を授けられる。 相続の時点で、すでに半席放奉後であり、相続から4日後の4月29日に、大溝藩知事へ就任するが、大溝藩の財政は、負債が年収の数倍に達し、極めて悪化していた。明治4年6月23日、廃藩知県に先立ち廃藩願いを受理されて、地藩自免職となり、大溝藩は大津県に編入される。なお、 狭山藩や丸山藩といった小藩も、財政悪化によって、廃藩知見以前に廃藩を行っている。地藩寺を辞した後、後検は、東京府へ移って学習院に入学し、学士の資格を取得する。1884年7月、家族礼により、私者を授けられる。その後の後検は競馬にのめり込んでしまい、当時最強の名馬とも言われた岩川など、 多数の馬を所有する日本最大の場所となる。こうした後見の浪費により、文部下は経済的に行き詰まっていく。1886年11月8日、東京出審裁判所で身の代限りを申し渡されている。さらに1887年7月4日、加算の浪費により、家族の品位を汚したため、近親投下の処分を受けている。 1902年7月11日、光憲は死者区を返上し、大溝に戻る。その後は高島で寄生を送り、太平洋戦争も末期に差し掛かった1944年11月29日、83歳で死去。方法は、広志広し陰天神幻想鉄をこじ。明治10年代の日本は、軍事的な要請や、外交的配慮から、馬の改良や、 馬術の奨励が必要になり、上から模範とするために家族には、馬術、競馬が推奨されていた。しかし後見は競馬に同好すぎてのめり込み、禁慎処分を受けることになった。後見は、明治10年代の個人としては、日本最大の馬種である。一例として1885年秋の、上野市のバズ池競馬では、全23レースの中で、文部所有馬は12勝している。 1882年から1887年にかけての最強の日本馬岩川を、高見は1885年に700円という、当時としては非常な高額で購入している。高見の旧車は横浜外国人居留地民や団体のものを合わせても、当時の4大旧車の一つとも言われるほどだった。また、自ら賞金を出して、特別レースを出したりもしている。 共同競馬会社のくじ馬を購入するため、東北地方に出張もしている。後見は、多数の競争馬を所有する場所としてばかりではなく、自ら騎手として、各地の競馬で多数回騎乗している。横浜競馬場での1886年5月の、不人材の競争で、文部は日本人として、初めての勝利騎手になっている。 翌年の横浜競馬上婦人材の競争でも勝利機種になった。このように明治10年代の日本の競馬界では高圏は非常に目立った存在だった。前述したようにこの時期の家族や上流階級には乗馬や競馬が推奨されていた。しかし、高圏は旅を過ぎて競馬にのめり込んだことで、加算を浪費し家族たる品位を失ったとされ、1八8七年七月に、 家族会館から禁止処分を受け、その後は競馬を止めてしまう。藩主及び地藩時の地位にあった者として、孔剣は昭和時代まで生きた最後の人物であったが、最後の藩主として候補に挙げられる人物は孔剣を含め4人にいる。孔剣が単純に最後の藩主とされがたい理由として、下記の事情が挙げられる。林忠隆についても、 母親戦争後に解役され本人が爵位を受けていないこと。徳川家里も廃藩置県時に万7歳の洋君であることから、それらの事情を持たない浅野長君までが最後の藩主の候補となる。ありがとうございます。